三笘なんで、こんなアンチタイン。ソン・フンミン好きなやつが多いから後はわかるな。むしろ、同プレミア配信サイトは、韓国の会社だから、三笘が人気出ると、韓国儲かるんだが、かなり幻滅する出来事が色あったから、元三笘ファンだった人が多いよ。三笘が活躍してると、困る人が存在するからな。三笘が活躍すると、プレミア配信してる某韓国の会社が儲かる。だから何？三笘たたきと関係ねえだろ。三笘に対する期待値が高すぎて、現実のプレーが追いついていない。故に、不満が募ってるんだろう。勝手に期待してただけなら、それは仕方ないよね。日本のメディアがおかしいんだわ。人気に群がるハエみたいなもん。テレビに振り回されすぎだろ。好きなものくらい、自分の感覚で見定めろ。そうは言っても、三笘のファンって、9割は、ワールドカップ後に増えてるからな。インスタのフォロワー数の増え方とか、色、数字に振り回されすぎだろ。自分が好きか嫌いかで選べよ。人気という証拠だろ。アンチが少ない他の日本人選手の方が、かわいそう。大谷アンチだっている。羽生錦織アンチだっていた。井上尚弥アンチもいるに入るぞ。そんなもんよ。アンチの声がでかいだけかと。どの選手もアンチの人数は実際は少ないよ。